僕は最近死んだ人気ミステリー作家の隠し子、ひょんなきっかけで正妻の息子から父の遺構探しを頼まれ、生前の父の愛人の一人、女優生島琴美の話を聞きに来た。隠れて付き合ってたし、奥さんにはバレてたみたい。すごく執念深いらしくてね。息子さんからも同じようなこと聞きましたけど。最後に会ったのは去年の9月かな。かなり病状が進行していた頃ですよね。父はどんな様子でしたか？多分ほとんどずっと部屋にこもって原稿を書いてたんじゃないのかな。本になるんだよね。かなり面白かったから楽しみ。